TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの狩谷陽子です。日天のポッドキャスティング、今日は352回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは6月15日放送分、安住紳一郎の日曜天国、11時からのゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲストです、三浦淳さんです。あ、よろしくお願いします。もうそわそわしています。本当ですか？そわそわして朝から。そうですか、なぜこの番組に来るからです。はい。三浦淳さんはお会いするとなぜだか笑ってしまうんですけど、いつも笑ってますよね。ありがとうございます。1年ぶりということで、前回、昨年の5月にご出演いただきましたけれども、もう最近は朝方になって、もう久しいですよ。ものすごく朝方、もう今日も7時ぐらいですかね。ハピネスチャージプリキュア見て、まあ、TBS も見ました。TBS も見て、もう朝からずっとテレビ見てますので、もうバッチリ情報は得てます。お嬢さんと一緒に。いや、僕が割とメインです。割と好きなんで。好きですよね。はい、好きで見てます。何でも好きですもんね。何でもとりあえず好き嫌いっていうのをなくしたので、昨今。あ、そうですか。興味がないものがなぜ興味がないかっていうことで一生懸命見ることもありますし、もうこの年になっては好き嫌いありません。そうですか。今日行われている世界的なスポーツイベントについては、あの今日ね、あれですね、ダブルハイって書いてあるんですよね。俺ずっと意味分かんなかったけど、今日 TBS のエレベーターになった時に、あれがワールドだっていう意味を今日分かりました。ダブルハイが、何なんだろう。前からもすごい前からサッカーは興味があって、鎌本の時代から。本当ですか？鎌本選手は知ってます、僕。ものすごく。鎌本選手のその後は、鎌本選手のその後は僕美大で4年間サッカーやってましたんで、そうですか。僕本当はバドミントン取りたかったんだけども、なんか遅れていったのかな、その日、でバドミントン取れなくて、あの頃本当サッカーが下火で、あのサッカーはもうじゃんけんとか負けたやつがやることだったんですよ。で僕そのサッカーを取らせていただきまして、4年間やりまして、いまだになんかあの なんて言うんでしたっけ、あの前に何人か出たらダメなやつ、なんとかオフみたいな。あ、オフサイドです。あ、オフサイド、あれが意味が分からず蹴り込んでたぐらいですから、ピッピーとか言われてなんでってずっと聞いてたけど、意味が分からず。でもゴールがあるじゃないですか、サッカーには。いいですよね、人生と一緒じゃないですか、ね、人生にもゴールがあるっていうから、他のもういいですよね、この話。そんなに好きなことないことは分かっていただいたと思いますけども、でも安住さん あの昨日のニュース番組見てる限りでは、安住さんの目もそんなに燃えてないなって気がしたんですけど。それも昨日から少し雰囲気作って、昨日の予行演習でちょっと見ようと思って、安住さんとそのきっとサッカーの話するんだろうと思って、で目がね、なんか燃えてない、ちっとも燃えてないなと思ったんです。どうなんですか、安住さん。私、まあ、今日の放送のためにちょっと今シーズンは燃えちゃいけないのかなみたいな、そういう。あ、そういうことだ、ですね。ホンダとかって言うんでしょ。ホンダ言ったらトヨタとかも出るわけですね。そうですね、ホンダ、トヨタ、三菱ね、三つどもえですよね、やっぱりね。僕らの時代はそうでしたよね。さて、三浦さんの、もういいんですか、さっきもうなんか広がらないことを感じました。マジですか。1958年昭和33年生まれ、現在56歳、京都府のご出身。美術大学在学時に漫画家としてデビュー。1997年にはマイブームが新語・流行語大賞に選出。イラストレーター、エッセイスト、ミュージシャン、映画監督など多方面で活動。ゆるキャラ、仏像ブームなどの火付け役となり、最近は一人電通とも呼ばれています。呼ばれていますじゃなくて呼んでいるっていうことですよ、自分で。博報堂の人と仕事するときは気を使って一人博報堂っていうようにはしているんです。はい、気を使っています。名刺見てから。もちろん人を見てから判断するようにしています。本当に三浦さんはやっぱり世の中の事象を楽しむことというかね、深く
洞察して掘り下げるのが得意ですけど、はい、随分と最初は自分だけでの楽しみだったものが、はい、何ですか、期待されそして大きなイベントにつながってますよね。いや大概は誤解ですよね。誤解がゆるキャラなんて特に誤解が生んだものですから、僕がそもそもやってた12、3年前のゆるキャラっていうイベントとは違いますよね、今はね、全く、はあ、途中でなんかいいように誤解してくれたり、あとなんか難しそうなこと言う人が褒めてくれたりしたり、あとひょっとして三浦がやってることはアートなんじゃないかとか、誤解する人がたまに出るんですよね。その時は締めたっていうところで現代美術じゃないかとか言われるとこっちのもんですね。全然本人はそのつもりはなくないですね、誤解を待っているだけですから、はい、来たと来たっていうことですね。このルアーに食いついたかどうですね。本当は生き物じゃないのにっていう、サッカーと同じに4年に一度ぐらい食いついてくる人がいますから、はい、その時たまにブレイクする時あるんですよね、自分とは関係なく。そうです、はい、そしたらもうその誤解して解釈してくれた人の講釈にも従っていくだけです。もちろんそっちの方が正しいですもんね。こっちには理論はありませんので、ただ面白いだけっていうか、おかしいだけでやっていたものなんで、やっぱり理論がつかないと世の中にはブーフしないですよね、やっぱり ね、そうですね、ブームっていうのは、安心ならないんでしょうね、こんな、うん、あの佐村豪人が言っててもしょうがないっちゅう話なんですよね。でも嫌げ物店ですか、はい、あれたくさん来ましたよ ね、びっくりしました。イベント全国でやったんですよね。はい、この間まで名古屋でやってて、はい、ちょっと前は東京もやったんですけど、なんかすごいたくさんお客さん来たんですけど、あれも20年ぐらい前に三浦純の物産展っていうのを一回やったんですよ。それ物産展ってつけると間違えておばさんが来るんじゃないかと思って名前つけたんですけど、やっぱりさすが賢くて来てなかったんですけども、今回は国宝三浦純嫌げ物展っていうので名前つけたんですけども、それは国宝興福寺阿修羅展の、まあ真似をして国宝がどこにかかるのかがわからないようにしたんですけども、国宝っていう名前をつけて冠をつけてイベントをやることがまだ禁止されてないんですよ。っていうかまだやってなかったんじゃないですか、誰も。国宝でもないのものを国宝と呼ぶことがダメだっていうルールがなかったみたいで、すんなり通って、はい、やっぱり国宝って頭に打ってるんで引っかかった、やっぱりお年寄りの方も来られたみたいで閉めたっていうところでしたね。並んでたのはもう嫌な、継ぎたくない湯飲みとか、あのゴムヘビとかそういうものの展覧会です。送ると嫌がられるお土産物で嫌げ物ですね。土産物の中に混入されてる嫌なお土産のことです。嫌げ物っていうのは。でも国宝ってつけたら、でもまあ確かにあれですよね、この国宝の商標権持ってるところがないので。国宝を持ってるのは多分国が持ってるんじゃないですか。ですよね。だから使い放題なんですよね、実は。国宝と重要文化財っていうのは多分国が持ってると思うん で、はい、で仏像だって国宝指定とか受けてるやつあるじゃないですか、はい、あれも誰が決めてるのかよくわからないじゃないですか、本当は、はい、だからそれに対抗して牧宝っていうのを作ったんですよ。牧宝って僕の宝牧宝って一瞬響き似てるからと思ったんですけど、はい、今回は国宝で勝負させてもらって、大成功を収めさせてもらって。これクレーム入らなかったんですか。入らなかったですね、はい、いやもう三浦純さんがもうそこまでこうやっぱりアンタッチャブルな存在になったんですよきっと。そんなやばい人になってますかね。いやまだ多分誰も手つけてなかったんだと思います。間違ってきちゃったお年寄りの方々は、はいはい、の展示物を見てどんな反応だったんでしょうか。でも地方の土産物屋さんにも、はい、本当30年ぐらい前からもう誰が買うんだろうっていうのを俺だっていう、誰が買うの辺で俺だと思ってレジに運ぶっていう繰り返しをしてきたので、だ相当な量がたまって、はい、逆に言うと今土産物屋さんにそういうものがなくなっちゃってるんで、逆に言うと絶滅種であり後の国宝である可能性があるという見地ですね。へい、ね、じゃあきっと喜ばれて、国宝安住紳一郎だっていいわけですよ。そうですよね、なんだかわからないけど、文句が誰からもつけられないから、つけられないと思います、きっと。へいって三浦さん今言いましたね。あのサッカーみたいに張り切っている、あサッカーもへいとか言うんでしょ。言わないで、へいパスみたいな、なんて言うんですか。オレオレとか言うじゃないですか。あれ歌ですか。あれは歌ですね。オレオレって蹴ったりするんですか。
いや俺は多分応援の人が多分応援の人ですか、サッカーってサッカーが好きだったら応援はサッカーですよね本来、サッカーが好きなんだから、はい、僕も仏像好きだから仏像が好きですって言うけど、やっぱり応援もそんな国を言うんじゃなくて、全体的にサッカーサッカーって応援すべきじゃないでしょうか本来。ちょっとなんかでどうリアクションしていいかわからないですけど、あそうですか、白い気持ちでね。そうですか、すみません。でも、三浦さんはやっぱりあの何ですか、実際にやっぱり仏教系の学校を卒業して仏像には詳しかったりするので、そういう仏像のことに関しては結構真剣にやって、そして仏教関係者からも信頼ありますよね。今から20年ぐらい前に伊藤聖光という人と見仏記っていうのを連載を始めたんですけど、見る仏の記録って書く連載だったんですよ。またやっぱり各地のお寺に行くと住職さんが出てきて、見仏記っていう雑誌をやってるんでって言うと、仏は見るもんじゃないっつってすっごい怒るんですよ。拝むもんである、すっごい怒られて、でも見せてもらわないことにはわからないのでとか言って、一生懸命交渉したりしてたんですけど、まあ、必ず説教が一発あってっていうことだったんですけども、最近はもうどんとなくなったってことで、先代のご住職がお亡くなりになったんだと僕思うんですよね。新しいニューウェーブの、あの僧侶が出てきているので、もう今はどこもウェルカムになって、あのあちらからお誘い受けたりして、あの行くこともあるんですけども、昔は厳しかったんですよね。だからその厳しさが逆に言うと若い人の仏像離れでもあったと僕は思ってたので、そこをどうにか門を開きたいなと思ってたので、グッとくるとか言ったり表現したりしてよく怒られてました。はい、でも今もうちょっとね仏像部分になってますもんね、かっこいいとか、ヒーローだ言ってもよくなったんですよね。昔はやっぱりたおやかな微笑みがとか、そういう表現しかなかったもんで、あとは三浦淳さんといえばアウトドア般若心経、あれは時間がありましたけども、今二回り目やってますんで、そうですか、街の看板で般若心経の全ての文字を取るやつだったんですけど、写経も何度もやるじゃないですか、あれ、何度やなもやることに無になるっていうことなので、未だにやっぱり目がちょっと開き気味になって、街を歩いてると心経の一文字が飛び込んでくるんですよ。でそのまた写真に撮って並べ替えて、あの本が2版出るときに全て変えようと思ってるんですけど、全然売れてないみたいで2版の声がないんですよね。無駄なことになってます今。でもすごいですね、写経を写す経じゃなくてこう写真を写す方にして、あれ全部何文字あるんですか。274文字でしたっけな、ね、初めの、仏説摩訶般若波羅から始めると、はい、まあ、なんとか探せばあるような字。そうなんですよ、ラっていう字、般若波羅のラとかいうのは、だいたい焼肉屋さんに多いですよね。ラとかつくとか羅生門とかありますので、大概そういうのをあのだいたい予想してそういうとこ行ってたんですけど、やっぱりあのうんちくのうんっていう字、はい、あの、暖かいみたいな字、そうです、暖かいみたいな字、あれは本当なくて、あれもう最終的にはネットで調べてもらって、江戸川区かなんかの古美術商の名前にあって、そこ行ったんですけども、この間尾道にちょっとたまたまそれも仏像見に行ったんですけど、そこの石碑にやっぱりそういう字があるんですよ。石碑に、石碑に、でも仏教関係から文字を取るのはいけないって、自分のマイルールを決めてたの で、首を絞めましたね。痛かったですよね。すごい辛い思いをして、あのくたら三脈三菩提ののくっていう字も難しい字なんですよ。それ調べてみたら近松門左衛門の戒名の中に一文字あるっていうことを聞いて、近松門左衛門さんのお亡くなりになったところのお墓に行ったんですけども、やっぱり当番のところにその字があったんですよ。やったと思って大阪だったんですけど、撮ったんですけど、そこ あのお寺が浄土真宗だったかな、だから般若心経読まないと言われて、なんかちょっとまた口論になっちゃって、いや今般若心経集めてるんですけどみたいなことになったんですけども、いやでももうちょっと心広くいきません、みたいな話で撮ったんですけども、一文字のために岐阜行ったりしてましたんで、でもね、なんかちょっと
なんですかね、ありがたいような感じの行為になってますよね。痩せましたね、3キロぐらいは。確実に。くどくをね、いろいろ自分でルールを作って、自分で首を絞めるようなことになる。そうですね、首を絞めてるのが多いですね。そして痛いという。痛いです。痛い目にありますね。あと三浦さんの話で私前聞いてすごく好きなのは、世の中で怖いものは一体何かって言って、大体の人はその広域の暴力団の人たちの集まりとかいうふうに思うらしいんですけど、実はそういうものを超えた怖さがあって、世の中わけのわからない人が一番怖いって。そうですね、僕の隣の事務所、前の事務所の隣の人がちょっと怖い事務所だった、そこの扉もいつも出入りが激しいんで開いてるんですよ。で、うちの事務所も隣り合わせだったんですけど、うちも編集者とか来るから、開けてやったんですよね、その時ね。で、たまたまそこの怖いところの人とエレベーター一緒になって、一番トップの怖い人だそうな格好されてた人だったんですけど、その方にお前のとこ何してんだってエレベーターで言われて、いや何してるかって言ったら、いやうちの若者が怖がってると思う隣何してんだって言って、いや何、下駄箱がすぐに見えてて、その上に仏像とかエロい人形とかがぐちゃぐちゃに置いてあったんですよ。だからこれは相当深い何か怖いやつじゃないかと思ってたみたいで、やっぱり怖いやつの上にやっぱり気持ち悪いっていうのがあって、その人も怖がってたっていうのはね、ちょっと面白かったですよね。私結構その話だいぶ前に聞いて、人生の価値が変わったんですよ、そうかと思って、で最近の三浦さんも本当にどんな学者の話よりもなんか凄みを感じるのは、そういうなんか得体の知れなさみたいな。得体出ました。得体知れない出ました。でも俺高校の時も、外に出ると結構カツアゲとかはお会いしてたんですけど、僕でも学校内では結構なかったんですよ。それはやっぱり大会系と文化系って実はチームじゃないかって僕前から思ってて。どういうことですか。こういじめられるやつといじめるやつってやっぱセットなんですよ、やっぱこっちから見てるとね。俺全然いじめられないから、なんでかなと思ったら気持ち悪いって言うんですよ。僕昼間みんな遊んでる時に詩を書いたりしてたので何やってんだこいつはみたいなんで、いじりようがないっていうのが強いんじゃないかなと思いましたね、その時。どうしてもプラスとマイナスとかデコボコだと合っちゃうので。はい、そうです。じゃあ全くない、ない世界でしたね、ちょっとなんか生き方のヒントに、なるような、話でしたが、これも受け手が勝手に理論立てて今の話を聞いて、やるといい話になる。そうですねなんかこれを聞いた人がたまたま聞いたラジオで、誰かわからないけど、意外といい話してたと言えて妙であるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、でそれを新聞に社説かなんか書いてもらえば、バッチリですよね、誤解は、さて、創作時事用語コンテストの審査員もするということで、これは何ですか。朝日新聞さんが、電話かかってきて、流行語を作るみたいなことだと思うんですけども、そこにこう既成の流行語じゃなくて新しい造語を作ってその審査してくれって言われたんで、はいはいって言っただけだ。面白そうですね。でもやっぱり世間で流行ってるものとか世間の流行ってることを言葉にするよりは、やっぱり自分の身の回りだけしか流行ってない言葉が欲しいんですよね、本当は。妹がなんか妙にスリッパの飛ばし方がうまいとか、それだけの用語を作るとか、そっちの方がいいと思うんですよ。それが後々20年後にこうなんかで浮上してくるときあると思うんですよね。妹のスリッパ飛ばしがうまいっていう的確な用語ですよね、欲しいですよ。そんなないですか、自分たちだけの周りの用語って。なんかちょっとこうおしゃれであるとか美しいみたいな、そういう一般的に使えるような、うちの妹のスリッパ飛ばしがうまいみたいなことを表現する、階段の上からうまいこと飛ばしてくるスリッパみたいな、さあそんな審査員を務めている三浦淳さんに今日今とても気になるこれらの現象を紹介してもらいます。まずは一気にどうぞ。三浦淳さん、今とても気になるこれらの現象、その1、墓マイラー、その2、オイルショック、その3、Z 界、以上の3つです
まずは一つ目、墓マイラー。墓マイラーっていうのはね、もうどうやら現実にあるらしくて、そうですか。僕これ20年ぐらい前に来たんじゃないかなと僕思ってたんですけど、20年くらい前、ね、僕が言ってたのは墓マイルってやつで、ええ、マイラーは後に多分誰かがつけたんだと思うんです、僕墓マイルって言って、あの墓に参るとマイルが溜まってくる、マイレージが溜まるっていうシステムすればお盆が賑やかなんじゃないかなって思ったんですよね。はあ、お盆ってそもそもはあの世に行った霊が戻ってくる日なのに、みんなが旅行行くじゃないですか、はい、実家空いちゃってポカーンとするんじゃないかなと思って、はい、やっぱりその時に何かやっぱ特典がないとお墓っていかないし、うん、はい、この時期またヤブカが多いじゃないですか、蚊がちょっと大敵なので、それを押したそれよりもすごいマイルが溜まってくる、はい、だから墓のね、その下のところに、まあ、あのちょっとスリットをつけて、はい、そこにカードをスッと差し込むと、スッと戻ってきたらマイルが溜まってて、すごく、まあ、隣のお墓だって参ってもいいじゃないですか、別に、はい、親族じゃないのに参ってはいけないルールないから、そこもスッとスリット差し込んで、最終的にネットで調べたら高級スープぐらいもらえるようにしとけば参るんじゃないかなと思って、墓参るっていうのは考えました。やっぱりこうきっかけ必要ですしね、きっかけは必要、やっぱりなんだかんだ言いながら人間ですから、はい、少し得をする方ですよ ね、 ですよね。でやっぱりお墓の前で泣かないでくださいって言った人がいたから、はい、いないっていうことになっちゃったんですよ、あの時に。バリトンですごい高い声で歌う人が、お墓の前で泣かないでくださいって、はいはい、だからそこにはいませんからって言ったでしょ、はい、あの後からやっぱりね、墓石屋困ってるらしくて確実にいないんだったらいらないじゃないかってなるじゃないですか、これはいかんっていうことでね。であんなヒットしましたからね、あの歌、いやそもそもいないですよそりゃ、ね、それは無から無に行くんですから人間って、いるわけないんですけど、気持ちじゃないですか、でもそこにそのマイルシステムでカードをスッと入れたらまたスッと戻ってくれば、いるんだなって気するじゃないですか、あっちに、システム上ですけど、そうですね、拝んでても何にも反応がないようでは、あの人の歌のようにいないんじゃねえかって疑いがやっぱり最新が湧いてきますからと思ってつけた墓マイルですよね、それ、はい、三浦さんさすが最近朝方になっただけあって、はい、いいですね、あの口回ってるでしょ1回目呼んでもらったとき、ベロベロ夜型だったときも、この時間は普段起きてないって言ってもベロベロだったすいません、もう飲んだ帰りに来ましたんですいませんと思う。さて、とても気になるこれらの現象、2つ目、オイルショック。これね、あのオイルって置いていくオイルね、あ、はい、年オイルのオイル、あの70年代にあったあのトイレットペーパーが買えないとかじゃないですよ、石油ショックじゃない、オイルショックって言えば、オイルことをなんかね軽くなると思うんですよね、なんかちょっとやっぱりちょっとちびるんですよ、でもちょっとちびりがちびりバビデブが入ってきてなんか尿を足した後スッと戻ってもちょっと残尿つうんですか、その時オイルショックとかほらタイムショックみたいに言えチッ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 って言えばなんかやったってか、あ残尿とか答えればいいんですよ、そのオイルショックって言った後に5秒間ぐらいで落ち込むんじゃなく、落ち込むんじゃなく、自分も年取っちゃったのかなとこう、めいるわけじゃなくて、はい、何かをこう明るく前に出して、前に出して、ね、ある先輩、10歳ぐらいの上の先輩でしたけど、一回割と高級な飲み屋さんに連れてもらって、はい、バーみたいなところで飲んでって、その先輩が純も、その時僕40代だったんですけど、はい、40方とかその言い方で分かると思うんですけど、はい、陽水さんなんですけど、ね、純も40肩って言うから、はい、ああ40肩でもう、はい、かなり痛くてマッサージ効かないですよみたいなの言ったら、はい、私50肩だからってな、自慢かよみたいな、はい、なったんですよ、そんなオイルな話をしてたら、カウンターの横で飲んでた本当有名な、ものすごい誰でも知ってる有名な漫画家の先生が、はい、2人おられて、その人が俺らの話聞いてたらしくて、はい、こっちに来て、何言ってんさっきからガタ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 年取った話しやがって、こっちはおむつで飲んでんだよバカ野郎って言われて確かにその人は一回もトイレ行かないんですよ、オイルショックって思いましたよ、おむつして飲んでるらしいから、これ新しい飲み方ですよね。それはなんかもう自分はそうなりたくないとかそういう次元を超えてなんか超えますね、だから飲みに行くってくらいはもう
もうおむつを履いてる時からもう飲みに行くが始まりますから、うん、すごいなと思って、でもそろそろ買おうかなと思って予行演習しとかないといきなりじゃなんじゃないですか、はい、ね、今は相当たまるんでしょ、ものすごく吸収力もいいらしいんでいけるんじゃないかなと思って、中央線とかでこう普通に尿だってできるわけですよ、知ってるふりしなくてもね、オイルショックって呼んでますね、オイルショック、いろいろなね、きっとそこで価値観も変わりますよね、きっとね。さて、とても気になるこれらの現象、最後は Z 界、これね、絶倫の人ですよね、絶倫の Z、 勉強の Z 界じゃなくて、あっちの、 駅前とかにあるやつじゃなくて、やっぱ Z っていう人ってね、もうやっぱりこれは選ばれし人なんだなと思って、はい、あるおっさんの週刊誌では必ず死ぬまでセックスとか特集でね、そういう特集、ね、売ってるんですよ、今、ね、無理です、それもうそんなの、どんどんやっぱり年取って自分の本当にしたいことすればいいじゃないですか、どうやらそれじゃない人だっていると思うんですよ、僕もちょっと56になって向いてなかったんじゃないかなって最近ちょっとつくづく思ってきて男としてですか、その行為、誰でもが乗れるっていう振り込みだったでしょ、あれ、はい、誰でもが簡単に乗り込ませるとか言ってたから、なんとなく自分も乗っかって今までやってきたけど、なんかもう一つ向いてないような気がしてきて、うん、車だってそう操縦上手い人と下手な人いるじゃないですか、なんか俺下手だったみたいで、あんま評判も良くなかったんですよ、これは向いてないなと思った時に、やっぱり未だにやっぱり向いてる人、僕と同い年ぐらいで、それとか上の人、やっぱ Z っていう、やっぱりフェアレディだって Z もあるったでしょ、Z ってつく人ってやっぱりいるんだなと思って、男にもいろいろ分類があって、はい、でみんながみんなそうじゃないと、はい、あの人たちはやっぱり Z 界なんだと思う、そうです、今ずいぶん前からその編集部の人よくうちに来てたんですけど、爽快っていう雑誌あるんですよ、もう結構おじいさんの雑誌なんですけど、爽快っていう、壮年の壮って書く、で心いい、快楽の快って書いてある、でそこの人が今度新しいもうちょっと三浦さんぐらいの世代の年寄りに向けての本を創刊するから、ちょっとネタを考えてくれって言われて、爽快 Z にしてよって言ってそうじゃないと喋らないからって言ったら、今出てますから、爽快 Z って本、ああそうです、出ました、ついに、ついに Z ブームが来たと思います、それは Z の人たちに向けてということ、 Z の人向けてですよね、男性だからといってみんな同じではない、同じではない、でやっぱ Z で悩んでる人もいるらしくて、やっぱりなんか相手もいないのに妙にムラムラくる、自分が Z すぎて、 Z すぎて、はあ、でもそれは Z っていう名前を与えられることによって、なんだ Z だからだってそうですよ、ね、分かりますから、なんか新しいなんか診断名を、そうです、スカイライン GTR みたいな、そうです、そういうことです、そういうことですね、俺は普通のスカイライン、そうですね、あなたは GTR ですよって、 Z 界、うちは四谷大塚みたいな、そうです、川宿みたいな、そうです、そうです、で割り切るっていうか、そうです、ね、違うものだと思って、そこで納得していくっていうことですね、年寄りの話題ばっかりでしたねこれね、すみません、もう最近興味あるのこれしかないんです、朝霞市のお掃除大好きさんからのリクエスト、渚優子さんで京都墓場をお聞きください。6月15日放送分、安住紳一郎の日曜天国、ゲストコーナーをお聞きいただいています。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお楽しみください。朝霞市のお掃除大好きさんからのリクエスト、渚優子さん京都墓場をお聞きいただきました。改めまして、今日はゲストに三浦淳さんをお迎えしています。新刊のご紹介です。タイトルは人生エロエロ、よく言いましたね、よく言いましたありがとうございます。人生エロエロ、文芸春秋から税別1250円で発売中です。週刊文春で好評連載中のエッセイが書籍になったという形です。人生の3分の2はいやらしいことを考えてきたという書き出しで、全てのエッセイが始まります。はい、はいはい、そうですよね、そうですね、男って大概そうですよね、女の人が考えてる以上に、男の人は多分そのこと考えてますよね、ハーフハーフではないですよね、違いますよね、3分の2は必ず言ってますよね、やらしいことってね、
私も小学生ぐらいの時に、なんかちょっと難しいちょっと本を読んで、なんか大人ぶるの好きだったんですけど、なんかその時になんか男性がなんか性的対象のことを考えるのは15秒に1回であるみたいなことを書いてあって、それでその小学生の時にびっくりして、これ間違いだろうと思ったんですけど、その後高校生くらいになって納得したんですよね。高校生の時ピークですからね、結構ね、15秒ですよね、あれはね、本当ですよね。むしろなんかそれを忘れることのできるなんか趣味を早く見つけたいみたいな。そうですね、そのために義務教育ってあるんですよね。違うことで散らしていくっていう考えですよね、義務はね、やっぱりね、そういうことですからね、特に男の場合はね。そうなんですね、はい。想定が和田誠さん、そして和田さんに憧れて描いたイラスト。あ、そうなんです。これ僕ね、デビューした時に和田誠さんがすごい好きで、和田誠さんの絵とそっくりな絵だったんですけど、気がつかずオリジナルだと思ってたんですよ。でそれを持ち込んだ時、そこの編集部の人が和田誠っていう名前に変えればって言われたんだけど、やったってその時思って、褒めてもらったと思ったんですよね。嫌味で言っていただいたんですけど、気がつかずバカだったんで、もうその後から気がついて、で後にもう何十年も経ったんですけど、ついにあの和田さんが自分の本の想定と絵も描いていただいて、後ろのカエルの絵もこれ和田さんが描いて、僕じゃないんですよ、これ三浦さんのオリジナルマークの、僕のを和田さんが真似して描いていただいたから。はあ、世の中って何があるか分かんないですよね。 いいことありますね。嬉しいですね。やっぱりね、嬉しかったですね。中のやつは僕が描いたやらしい絵です。あ、そうですね、中の方は、中のは大概やらしい、本当にやらしいイラスト上手ですよね。そんなこと褒めてもらっても。さて、新しい CD も出されたということで、はい、それね、ちょっと前に出た勝手に観光協会って言って、安西はじめさんという人とやってるやつで、ついにその3本 CD 出したんですけど、日本全国の勝手に作ったご当地ソング、完結しました。あ、一応これでもう一区切り、完結したんだけども、あの勝手に作ってるもんで、そのご当地の人は誰も知らないですから、何のために作ったのかはよくわからないですけど、でもこのやり方はフナッシーと一緒ですよね。そうです、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 勝手にやってるわけですから、勝手に観光大使になってみたいな。そうです、そうです、よく曲作りますよね。これ48作ったんですよ、北海道は2つに分けて、大きいから、48曲、旅館録って言って旅館で録音して、その場で作って、で後にスタジオ入って作ったっていうやつです、山形 OPR だわ、ガッタ山形、ガッタ山形、ガッタ山形ですよね、やっぱり。あの盛り上げるしかないですから、割とおとなしいところでしたから。兵庫県のソングは10って書いてありますよ。それはね、10の何乗って書いてあるでしょ。10の3乗ぐらい書いてません。あ、10の10乗って書いてある。10乗でしょ、10だから神戸牛を焼いてる音ですよ。チューチューチューっていう音です。まあ当然ご当地ソングならないですよね。大分県のご当地ソング、地獄のエステティシャンって、それはあの地獄巡りあるでしょ、あの温泉じゃない本当に熱いやつ、入ったら死ぬやつ。あれワニとか、あのもうほら、あの地獄巡りあるんですよ、大分県の、坊主地獄とか、あの血の池地獄とか、あの温泉ブームとは一線を画してて、入ったら死ぬとこ、地獄のエステーション、ヘビメタで作りました。それはちょっとスパみたいなこうイメージを知ってのその、そうですね、ブンゴ牛、ブンゴ牛っていう、ブンゴ牛を歌いたかった、牛のことですけど、ステーキ食べたんじゃないですかね、そっちで。さて日曜日ということですが、三浦さんこの後予定は。もうないですよ、別にこれだけのために今日生きてきましたんで、あのサッカー見ようかなと思ってます。そうですか、サッカー街空いてますよ、すごく。そうなんですよね、ものすごくタクシーもなかなか捕まえにくくなってます、今日はゲストの方をお呼びするとちょっとね、事情がある方が多くて、なかなか出てこられないという方も多かったみたいですが、三浦淳さんは2つ返事で、また4年後呼んでいただけると必ずこの日は空いてますので、何の用事もないので、本当に今日特別なこの日に三浦さんとともに皆さんも30分時間を過ごしたことは一生の宝になると思います。本当です。そうですね、オレオレですよね。
言い方違う。違いますね。オレオレでしたっけ。オレオレ。ああそうか、それだ。三浦淳さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。6月15日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎のポッドキャスト天国。梅雨空の続く季節です。雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい、できたら性格いい人連れてこい。お聞きの放送は TBS ラジオ954。さて来週6月22日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは一度はやってみたいこと。ゲストは旅行作家吉田智和さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう。さようなら。安住紳一郎のポッドキャスト天国、これはあくまで試供品、皆まで語れぬポッドキャスト、ぜひ本放送を聞きなされ。 TBS ラジオ954。